陸上自衛隊の90式戦車回収車、回収戦車は、故障した戦車の回収を目的として、戦車用車足を利用して、製造、回収された車両であり、走行回収車、戦車回収車とも呼ばれる。走行回収車との区別、区分には、特に明確な基準があるわけではないが、機体に戦車の車体を利用しているもの、もしくは既存の戦車の宝刀を外して、 回収用機材を増設するなどの改造を施されたものが特に回収戦車と呼ばれることが多い。また、ドイツ語のバージェパンザーを直訳すると回収戦車となる。戦車の回収作業に同種の戦車を使用することは第一次世界大戦の際に戦車というものが実戦投入された際にすでに行われていた。当初からその重量と複雑かつ、 過重気味の機構を持つ戦車は戦闘損傷以前に機械故障や軟弱な地盤にはまり込んで行動不能になることも多く第一次大戦後戦車部隊というものが各国で整備されるようになると様々な理由により行動不能になった戦車を回収修理して戦線に復帰させることは戦線の維持には重要なことであると考えられ戦車を回収するための装備も また重要であるとして、戦車を運用する部隊には回収用の牽引車両を配属させることが通例となった。やがて戦車の進歩に伴って車体重量が増加し、従来の車両回収用に使用されてきた半送期車、トラックなどでは回収作業が困難となり、複数の車両を使用しての重連牽引でかろうじて一両の戦車を回収できる。 という状況が多く見られるようになった。そのため、より重い車両でも、牽引可能な車両として、戦車を改造した、回収戦車が製造されることとなった。第二次世界大戦では、砲塔を損、ベルゲパンターこの点において、第二次大戦における、ドイツ国防軍の戦車修復能力は他国を圧倒しており、ドイツ軍は当初から、戦車回収用に、 多数の反送機者を戦車部隊に装備し、各種の回収戦車を開発している。V5 戦車、パンターの派生型の一つであるパンツァーバージェ・ジラッツォド KFZ-179 戦車回収用機材通称、ベルゲパンターは、砲塔を撤去して、開放型の戦闘室を設け、車内には強力な巻き上げ機が設置されている。 フェルディナンド駆逐戦車改造のバージェパンザータイガー、ティーガー戦車回収車の場合は戦闘室を撤去した。後に小型の機関銃刀を設置し、クレーンなどの整備機材を搭載している。従来は戦闘損傷や故障によって生じた余剰車両や旧式化した戦車の再生して製作されることが多かった車種であるが、近年は回収対象となる新型戦車と、 セットで当初から開発され、大型の車両には回収作業時の安定性を増すための中敷が装備されていることが多い。M88 装甲回収車によって引き倒される、フセイン像2003年4月9日、イラク戦争では、首都バグダードにアメリカ軍が侵攻した際に M88A に、ハーキュリーズ装甲回収車がサッタームフセインの立像を引き倒した場面が、 アメリカの勝利を象徴する映像として、報道で多用された。軍において運用されている他にも、退役した後に民間に払い下げられて、重量物牽員者や早期式クレーン車として使われた、車両も数多く存在する。は、期待となった、戦車アメリカ合衆国ソビエト連邦、ロシアドイツ日本フランス。ありがとうございます。